池袋は新宿、渋谷とともに東京を代表する繁華街。近年は乙女労働を中心に若い女性オタクの利用者が増加し、秋葉原に次ぐサブカルチャーの街として成長しつつある。1978年開業、高さは 226.3 メートル。池袋のランドマークタワーとして昔から多くの人に親しまれている。商業施設のサンシャインシティには水族館、プラネタリウム、展望台などの施設があります。東京芸術劇場は東京都が都民のための音楽、演劇、歌劇、舞踊などの芸術文化の振興とその国際的交流を図るため芸術文化施設として平成2年10月に開館しました。世界最大級のパイプオルガンを備えています。池袋にはたくさんの人気のラーメン屋が立ち並びます。